手が、グランプ選手にやってた時にやってたんだけど、まあ、これ普通にもう無難な感じで単純にこう落としてもらって、これを簡単に早めに、みたいにガッチリ落とされたらもうなかなか早すぎるの難しいから早めにここ落とすでしょ。落としたら、あの指引っ掛けて落とす。落としたらもうそのまま落とす感じで、もし最初に早めだったらこのままさ来たりたりして、そこで見てくれれば向き合えるから、入ったらしっかりこう繋ぎ目、今みたいに短かったらもう両方で押すしかないんですよ。片っぽの線で片っぽの線を押して、こっち足やって、そのままこちら入れて、火を取ります。いや、モタヤ選手さ、すげえやっぱ戦いが上手いからだけど、モタヤ選手が4つになったらやっぱりグラモチ選手も倒せなくなったから、ちゃんとリサが強い人もしっかりもう4つになってもちゃんとちゃんとこういうのプレッシャーかけてくれるよ、うまくいった。じゃあちょっとやってみようか。